どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルと初めてウクレレコンサートモデル、これを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。本日取り上げたい曲はハワイアンの定番曲、行ってみようと思います。はい、こちらの曲です。はい、カ・ウルウェヒ・オケ・カイ。こちらはですね、もうハワイアンのもうほんとねスタンダード曲で、もう親しまれている曲なんでございます。すごい柔らかくて、なんかこうほっこりする名曲です。もちろんこの名曲ですから、ガズレレ YouTube チャンネルで過去に1回、2018年に1回取り上げてます。2018年ってことは今からもう5、6年前なんですよね。今見るともうちょっとね、詳しくやりたいなと思いまして、今回、2022年バージョンとしてかなりパワーアップしたバージョンになってます。今回のバージョンはですね、あのハワイのアーティスト、ハパさんのアレンジをすごい参考にしていただいててですね、あの後半のかっこいいバージョンは一応フルコーラスやっております。前半の簡単バージョンはちょっとショートカットアレンジなんですけど、このハワイアンのね、あの定番として1番を2回繰り返す、2番を2回繰り返す、3番を繰り返すみたいな感じで2回繰り返しながらやってるんですけど、そこを1回ずつやったっていうのがシンプル簡単バージョンですね。後半は全部2回繰り返しながら最後まで行って、最後のエンディングも、このハッパさん独特なエンディングがついてるということでやってみました。これはね、かなりね、面白いことになると思います。ハワイが好きな方、これからちょっとハワイアンの曲やってみたいなという方、最初の1曲におすすめです。なぜかというと、この曲、入門コード3つで、できちゃうんです。C と F と G7 です。とはいえ、ハワイ語なんですよね、この曲。で、ガズレレでハワイアンの曲で、しかもハワイ語の曲はですね、なんと、ガズレレオリジナルの大発見、ひらがな表記でお届けします。ハワイ語っていうのはですね、文字がないね、言葉として有名なんですけど。っていうことは、我々は、カタカナで書くよりも、英語で書くよりも、ひらがなの方が読みやすいということを、私、ガズとハニーさんが発見しましてですね、ガズレレでハワイ語の、ハワイアンソングをやるときは、ひらがな表記でございます。皆さん、ぜひこれご参考にしてみてください。いつものように2バージョンやっていきますよ。最初のバージョンは初心者さんの方でも、なるべく簡単にできるようにしている、超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。重ね重ねですけど、本当はハワイアンは1番を2回繰り返す、2番を2回繰り返してたんですけど、簡単バージョンを1回ずつやって、4番までやって、エンディングやって終わるというバージョンになっております。後半はかっこいいバージョン。こっちはですね、ちょっとおしゃれなリズムを使いまして、今も言ったように1番1番、2番2番、3番3番、4番4番、エンディングという感じで、フルコーラスバージョンでお届けです。最後まで濃厚に楽しんでください。さあ皆さん、音楽始めましょう。音楽って聞くのも最高ですけど、やる方がもっと最高なんですよ。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルはですね、今まで私音楽やってみたいと思ってるんだけど、もう不器用で無理ですとか、私がきっと無理だと思うな、みたいな方が、あっという間にできる、ガズレレのね、プログラムがあるんですよ。このプログラムを見てたら、どんな方でもあっという間にすぐにウクレレで音楽できるようになっちゃいます。はい、やってみたいなと思った方は、今からこのガズレレのプログラムのリンクを、ここに貼り付けておきますんで、ここのリンク先に行って、上から順番通りに動画を見ながらウクレレ触ってやってみてください。いいですか？ここから始まりますよ。クリック、いってらっしゃい。クリック、そこにはですね、今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このウクレレ、ちっちゃいウクレレ1本でもめちゃ簡単に弾けるようにしてるレッスン動画、すでにね1900曲以上もね多分アップロードされてると思いますね。皆さんの好きな曲もあると思います。たくさんあるんで、例えば皆さんのやりたい曲とスペースガズレレっていう感じで YouTube 内で検索すると結構出てくると思います。さあ、それでは始めていきましょう。ハワイアンソングの超定番、優しくてほっこりする名曲、はい、カ・ウィルウェヒ・オケ・カ、言いづらいですね。はい、この曲まずシンプル簡単バージョンの方からゆっくりとやってみます。ワン・ツー・スリー・フォー。デン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 、
ガズレレレシンプル簡単バージョンゆっくりでやってみました。ゆっくり奏でるとですね、この1番1回ずつっていうのもすごくね素敵だなというふうに思うんですけど、まずはねこの、シンプル簡単バージョンで歌詞、やっぱりハワイ語って歌いづらいんです。とにかく言いづらいっていうのはまず第一にありますからね。まずちょっと口を柔らかくして、このハワイ語の曲をですね、ゆったりでいいんで練習するの、開始するのが素晴らしいと思います。はい、今のシンプル簡単バージョンまずね、練習スタートしてください。今も言ったように、ひらがな表記だったんですよ、歌詞が。これがいいでしょ。英語も一応、サポート的に書いてありますけど、英語も無理くりね、これ言葉に当てはまっているということなんで、ひらがなをね、見ると、まあ、やりやすいと思います。他の文字を見るよりね。まずこれでゆっくり練習していただいてですね、一緒に、簡単バージョンと一緒に演奏できたらもう素晴らしいと思いますよ。はい。そしたら、次のステップ、どんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度は、ガズレレ YouTube を一切見ずに、まずは一人だけで歌って、演奏して、音楽を、アウトプットする。これをやっていただきたいなと思うんですけど、このハワイ語とのね、コードを覚えるのはなかなか頭に覚えるのはね、難しいですから、最初のうちは楽譜を見てですね、何回も何回も練習して覚えて、いずれはですね、歌詞も覚えちゃってですね、この大空に向かって、ハワイの海に向かってこの曲歌えるようになるとね、アンプしちゃって覚えるといいと思うんですけど、まずはね、楽譜練習から入っていきましょう。でも楽譜ってどこにあるんだろうというふうに思うかもしれませんけど、安心してください。今の演奏はこのガズさんが手書きで書いた、このノートをですね、見ながら演奏していきました。見てください。はい。このノートもバッチリひらがなでございます。はい、これを見ながら演奏していって、もうちょっとしたらみんなもこんな風に書いてみたらいいよっていう風にこの画面に大きくついてシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円の、活動費を頂戴しましてですね、今日取り上げたカ・ウルウェヒ・オケ会を含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜のストックがあるんですよね。その中からこの曲いいな、この曲やってみたいなって感じで5曲お選びいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてこの楽譜がねダウンロードしていただけると、さあすぐにね練習入っていきますよという、そういう画期的なサービスになっております。そしてこのねガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃ盛りだくさんなことやってましてですね、毎月2回、ガズクラブのメンバーだけが参加できる、世界中から参加がある大セッション大会ガズオンが行われております。毎月2回ですよ。課題曲を決めて大熱唱、これがめちゃくちゃ楽しいです。あと、ガズクラブの方だけが使えるアプリがあったりとか、あと毎月1回ガズクラブミーティングと称してですね、ガズレレが今どんなことやってるかという裏口のねミーティングをですね、みんなにも共有していて、みんなのご意見も聞いたりしているという、なんていうかこう村を作ってる、そんな感覚でございます。あとちょっとガズクラブとは別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こちらはですね、 YouTube メンバーシッププログラムというやつで、毎週2回、590円で、ライブ配信による講義です。毎週2回なんで1ヶ月にだから、何回だろう、8回とか10回とかそのぐらいあると思うんですね。すごくこれ濃厚です。テーマソングを決めて深掘っていく、チャットでやり取りするやつなんですけど、これ YouTube メンバーシッププログラムっていうのは、このね動画をAndroid 携帯かパソコンで見てる人、ここにメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこから入っていきます。毎月590円です。よろしくお願いします。あとね、朝7時半からガズさん、ラジオ配信しています。ガズラジというラジオ配信なんですけど、スタンド FM というアプリのラジオ局で、毎日365日やってますんで、ぜひ聞いてください。いつでもどこでも無料で聞けるラジオ配信になってますんで、はい、この辺のね、今のね、ガズクラブとガズレレ大学とガズラジ、この辺のことは概要欄にすべてリンクかかってますんでね、ぜひ見てみてください。さあ、それでは楽を見ていきましょう。2022年改訂版のカ・ウルウェヒ・オケ会。ハパさんバージョンでお届けしております。これハパさんバージョンっていうのは、このハパさんのアレンジはですね、この最後のところのえほいお前がなのかまいな指ちょ、これがねあるのがねハパさんバージョンです。
スタンダードのハワイアンとしてはこの4番までなんですけどね。はい。それをちょっと最初にご案内しといて、まずさっきのね、簡単バージョンとこれからやるかっこいいバージョンの違いは、まずこの1番って書いてあるんですけど、これシンプル簡単バージョン1番こうやってやったら2番に行ってっていう順番でやったんですね。で、これからやる後半のかっこいいバージョンは、1番やったらもう一回1番やる。で、2番やったらもう一回2番やるというふうに、1番を2番をというふうに2回繰り返しながら進んでいくっていうのがハワイアンミュージックの特徴で、後半のかっこいいバージョンは1番を2回、2番を2回というふうに繰り返してやってますね。ちょっとロングバージョン、フルコーラスバージョンになっております。はい、コード進行は見て、入門コード今日3つなんでめちゃくちゃシンプルですよ。演奏はだから今日めちゃくちゃ簡単です。はい、ひとまずこんな感じで写しておくので、まず参考にして書き出してみてください。今を紹介させてもらったガズクラブで、この今写ってるノート覚悟を皆さんのお手元にデジタルデータでダウンロードしてもらうのめっちゃおすすめです。ガズのノートの特徴はこの上の点、点あるじゃないですか。これでね、リズムが分かるなっていうんですよね。せーのーさん、はい、へーほ、へーのー、んけいけ、あーく、うん、これ、V が休符なんですよね。うん、けいけ、あーく、うん、いかり、こんな感じですね。で、あとこれ、ひらがな表記っていうのもあるし、このひらがなを伸ばすというところもですね、これはもうガズレレのアレンジでしか、このひらがな表記っていうのはないんでね、ぜひ皆さんご参考にしてみてください。お時間ある方はこれを見て書いてください。まずイントロから2番ぐらいまで、いいかな。はい。これは歌いづらいんですよね。でもね、やっぱり、ね、言葉の違いってすごいですね。ハワイ語ってね、ちょっとね、口をかなりこう、柔らかくストレッチしないとね、もうなんか、口が間に合わない感じですね。はい。ここがちょっと感想的な役割でこの2ブロック足されてるって感じですね。はい。なんでここがだから、6ブロックになってますけど、この2ブロックは感想というこんなイメージでいいと思います。はい、一時停止。はい。ここはね、もう繰り返し、コード進行一緒なんですよ。はい、3番、4番も。これ歌詞が変わっていくだけですからね、1番から4番まで。はい。OK。そしたら、ここが、ハパさんバージョンとかですね。ここが、なんかね、ハマっちゃうんですよ。えほよ、まあ、なろか、まあ、なにげんで、ちゅうやれる。これですね。ここは、見て、ボディヒットって書いてあるけど、まあ、カッティングというか、こう、チャッチャッチャって言ってね、リズムだけをキープして、コードがないんですね。4ブロック分。で、こう C1 ブロックやって、で、ここからコードが入ってきます。F から C、F、C、F、C、F って、で、ここが、エンディングですね。G7C でこんな感じで伸ばすって感じで。これがガズレレアレンジで、ハパさんバージョンの一応フルコーラスアレンジということになっております。はい、出てくるコード、やったー！何回も言いますけど、今日は入門コード3つ、C と F と G7。この3つはウクレレを習った人がもうね、一番最初に覚えてもらう入門コード中の入門コード。この3つでできる。嬉しいですね。はい、これは一応もうね、皆さんこれは大丈夫だと思うんですけど、一応言っておきましょう。C は一番下の3番目。はい、これが C ですよ。F は、こことここです。はい。2本指で押さえて指立ててください。これ斜めのイメージを持つといいですよ。はい。C は下1本。さっきやった C は下1本。F は斜め。じゃ G7 はというと、こことこことここを押さえるね。これ三角形じゃないですか。G7 と言ったら三角形を思い出してください。F から行くと、手首をキュッとひねるのがポイントです。じゃないとね、これ入らないんですよ、これ。ひねらないと。この薬指をここに一弦の2フレットにね。こんな風にひねれば入りますからね。C と F と G7。この3つだけで、この、ケカ、ウルウェヒオケカイ、できるんです。嬉しい。演奏はできる。ただし、ハワイ語が難しいよということで、これは聞き込んでですね、もう何回も練習してもらう。これが、もうこれしかないでございますけれども、ゆったりね、あんまりこう、慌てるとこの曲のね、良さが吹き飛んじゃうかなというふうに思うんで、ゆったり落ち着いて、まず最初はゆっくりでいいと思います。ゆっくりですね。この曲はですね、ハワイ島のヒロのビーチで海藻を撮ってるようなほっこりしたの曲らしいのでですね、そんなイメージを思い浮かべて、やっぱ歌詞の内容ですね、和訳を乗っけてくれてる優しい方々がいっぱいですね、ホームページで検索してですね、カウルウェフィオケ会和訳とかやると出てきますんで、そのね、やっぱ歌の内容をちょっと感じ取りながら、やっぱ感情表現として歌うっていうの、これ忘れちゃいけません。いくらハワイ語でも心は乗せていきましょう。さあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはね、コード進行全く一緒、弾き方いろいろこれ迷うところだったんですけど、ガズレレではこちらの弾き方を採用したいと思います。こちらです。ドーン。はい、レトロビート。このレトロビートっていうのはガズレレがね、呼んでる独特の弾き方なんですけど、こんな感じです。このね、ちょっとヴィンテージ感があるレトロな感じ、まさにこの曲にぴったりかなと思って、ここでとろけるように弾いていきましょう。このレトロビートの弾き方、ここにちょっとリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページで、その中にレトロビートの濃厚解説レッスン動画がすでにアップロードされてますんで、じっくり見てやってみてください。これはね、8ビートのチャといいリズムができた人じゃないとちょっとね、順番で言うとちょっと難しいんですけど、こんな感じですよ。ドンドロダンダンチャッカンドン、親指で斜めに使ってとろかせる。ここがね、
このリズムだともうかなりこう柔らかくね、本当いい雰囲気が出せると思いますので、ぜひやってみてください。そしてですね、これ一番最後のところでちょっと注目なところが、ワンブロック2個出てくるところがあるんですよ。最後の葉っぱさんオリジナルアレンジのところ、ほいほーまーいまーおかい、こうリズムが入るところ、ちょっとここやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ほいほーまー、次はいいですよ。ダダズンズンチャッカ、ズンズランダン、ズンズンチャッカ、ズンズンランダン、ズンチャッカ。この C と F でレトロビートやるとき、こんな感じですかね。 C で F チャッカ、ちょっとこのふんわりした感じで、この C と F1 ブロック2個入ってる時の レトロビートも、ちょっと動画で感じを掴んでやってみてください。さっきのシンプル簡単バージョンよりはちょっとテンポアップしますけれども、ちょっとだから小気味いい感じになるかと思うんですけど、レトロビートでちょっとふんわりとろけるような感じで、できると素晴らしいかなというふうに思います。何回も言いますけど、歌詞の和訳をですね、ぜひ読んでいただいて、ほっこりした、ハワイ島ヒロのビーチ、行ったことないけど、きっとすごいいいところだと思いますよ。そんなイメージを持って、やっぱり歌は感情表現ですからね、歌っていきましょう。さあ、それでは、やっていきましょう。か、ウルウェヒ、オケ、カイ、ガズレレ流、かっこいいバージョン、フルコラス、ハパさんバージョンでやってみる回ガズレレ流かっこいいバージョン、ハパーさんバージョンやってみました。いやー、やっぱりハワイアンソングっていうのは独特のですね、やっぱり歴史というか文化というか、もうカルチャーというか、もう何とも言えないね、この世界観っていうのもたまらないんですよね。しかもこのウクレレでこの伝統ある曲を、気持ちよく奏で
この豊かさぜひ皆さん味わってください。ちなみにガズレレではですね、ハワイアンソングめちゃくちゃ取り上げてますんで、ちょっとここにリンク貼っときます。ハワイアンソングまとめてるページをね、概要欄にも貼っときますけど、他にもいろいろハワイアン素敵な曲あるんで、ぜひともやってみてください。はい、でお知らせなんですけど、今ガズレレでは2年ぶりに全国5カ所回るイベント開催中なんでございます。はい、今ね5カ所のうちも3カ所大盛況で終了しており、あと2カ所残ってます。10月大阪、11月横浜なんですけど、もうありがたいことにソールドアウトなんですよ、チケットが。皆さんありがとうございます。参加される方もりもり楽しんでいきましょう。もうちょっとお待ちください。今回参加できなかったという方、新しい情報また、皆様にご案内しますので少々お待ちください。Gラボのですね、 YouTube チャンネルがですオープンしてますよ。皆さん知ってますか？今ガズさんが初心者の女の子に教えてる企画とか、ぜひ Gラボのね YouTube チャンネルチェックお願いします。概要欄にリンク貼っとくんでね、ぜひ必見ですよ。あとガズさんね、ガズピアノという YouTube チャンネル、鍵盤楽器、超世界一簡単鍵盤楽器もやってるんですよ。これで今度10月に本が出ることが決まってます。このピンク色の本、ハニーさんも先生役で一緒に出てますからね。これただいま大好評で予約受付中、 Amazon で、ガズピアノって検索すると出てくると思うんですよ。内容を確認してぜひともご予約をお願いいたします。そして毎度なんですけど、この紫色の本をはじめとしたリットミュージック社から出てるウクレレの架空の本、絶好調でもうね16万部ぐらいね売り上げあると思いますので、皆さんこれめちゃくちゃ分かりやすい本でね、これ書いて育てる本なんで、ぜひ皆さんチェックの方よろしくお願いします。そしてガズレレではですね、ガズレレのアプリがあります。これはですね、中で楽譜が見れるという画期的なもので、自動スクロール機能とかメトロノーム機能も追加してあるというすごくいいものなんですけど、これのね書籍版もあったりするんですよ。これガズレレ公式ページにね、すごく詳しく解説が、ガズレシピの解説あるのでぜひ見てくださいね。あとガズレレではいろんなグッズ売ってます。キャップだとか、このここに挟んでる水引きだとか、はい、ハニー特製のストラップだとか、もうステッカーだとか T シャツとかいろいろありますよ。それもホームページに見るといろいろ載ってますんでね、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。それでは本日のガズレレ YouTube レッスン、これにて終了です。楽しく音楽しよう。それではね、皆さんバイバイ、さよなら。